どうも、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。グランツーリスモスポーツのゆっくり実況やっていきます。マツダロードスターズカップも後半戦に入ります。今回は、第5戦、ブルームーンベイスピードウェイインフィールド A でのレースをお送りします。前に一度走ってるな。サンデーカップですね。そうだったな。車は、これです。NA ロードスターだな。残り3戦も、これで勝てそうな気がしますね。そうか？え？まあ、行ってみるんだぜ。ここも直線長いよな。890メートルありますね。うまくスリップを使って、使われないようにしないとな。そうですね。インフィールド区間で後続との差を、広げてから直線に入りたいですね。さあ、インフィールドに入ります。頑張って順位を上げていきます。現在9番手です。8番手。イケイケどんどんモードで、3番手くらいまでは上げていきたいです。焦ってミスったりしてな。不吉な発言は、お控え願います。現実になるからな。やめてくださいよ。5番手なんだぜ。まだまだです。ここで4番手。あと一つで目標達成です。この周回のな。アウトから行くのか？3番手に上がりました。さらに前の車のスリップを使って2番手に浮上です。予定以上に順調です。このラップでトップに立てるかもです。早い段階でトップに出ない方がいいんじゃないか？反撃されて、痛い目に遭うかもなんだぜ。取りこぼすよりマシです。ま、それはあるけどな。なかなか詰めていけませんね。次のブレーキングで、プレッシャーかけてみます。できればだけど。あ、ミスってくれましたね。ラッキーだな。トップに立ちました。逃げ込みを図ります。水色のやつが嫌な感じだな。嫌ですね。あっさり抜け出してきてるし。とにかく逃げるのぜ。逃げます。やばいです。なんとかインを抑えて、首位を守りました。オレンジのやつと、やり合ってくれれば、楽なんだけどな。ダメみたいですね。これはまた、話せそうにないです。
細心の注意を払って、リードを守ります。本当に話せません。それどころか。追いついてきてます。あと少しだから、守りきるんだぜ。頑張ります。この辺りは、私の方が早いか？さあ、最終コーナーをクリアして、最後の直線です。これは勝ったな。レース終了を。新章でしたー。ファステストも取れませんでしたー。勝ったからよしとしておくんだぜ。そうしておきます。今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。次回のご視聴お待ちしております。合わせて、ブログもご覧いただければ幸いです。